そう、だからみんなもパソコンさえあればあとプログラミングができるようになればゲームが作れちゃう。イエス、びっくりした。そう、なので今日はですねみんなにちょっと簡単なゲーム作りに挑戦してもらいたいなと思います。オーバーテルというか、じゃあ人でも入れてみて。さあさあさあ、じゃあミッションでここ行きます。って書いてる方、これを押すと今作ってみんなが作ってくれたゲームの画面に戻ります。 OK。